どうも皆様、新しい学校のリーダーズの鈴鹿です。この番組は極めて恐縮ながら、新しい学校のリーダーズの良さというものをただただ言っていただくという自己中的、そして一方通行な番組となっております。本当すいません、本当もうすいません、もうすいませんですけども、まあとりあえず言っていただくという、まあ自信につなげていこうと思っているので、そこら辺の方よろしくお願いいたします。皆さん元気ですか？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 どうはい、ということで皆さん楽しんで見ていてくださいね。よろしくお願いします。皆様どうも、鈴鹿の部屋へいらっしゃ、いらっしゃっせ、いらっしゃっせ、いらっしゃいませ。はい、はい、今回のお客様はアカシックからリーパイセンでございます。リヒです。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとリヒさんとは私ちょっと仲良くというかさせていただいております。そうなんです。すいません。なんだか。でちょっと魅力を教えていただこうということなんですけど、ズバリ新しい学校のリーダーズの魅力とは？光栄なんですけど、はい、ここの席にね、はい、呼んでいただいてね、はい、だけど私はこう魅力を伝えたくないんです、はい、What's up? こう自分の宝物を見つけたような気分なんです、私、新しい学校のリーダーズに対して、はい、だから最近ね、すごいもう飛ぶ鳥を落とす勢いの活躍を見せてますけど、私はいつもすごく不安で不安でしょうがなくて、ツイッターを外閉じますよ、いつも。本当ですか？いいねすると拡散することになるから、はい、心の中ではすっごいたくさんいいねをしてるんだけど、押さない。そこまでたくない。そこまで。もうなんかこの、ただのこうファンになったっていう気持ちじゃなくって、はい、エゴ、自分の。エゴ出てきてる。エゴって何ですか？漢字の絵ですか？絵に子供ですか？そうです。え、エゴ？そう、エゴ。ほんまは何？カタカナ？そう、わがままみたいな。あ、そうなんですね。エゴイズムみたいな。エゴイズム、こう、自分だけのものでいてほしいっていう気持ちが強いぐらいですけど、はい、なのでちょっとまだ魅力は言わないでおこうかな。番組的な魅力を言葉にしていただきたいということなんですけども、え、ちょっとお茶を、渡そうかなと。失礼いたします。ありがとうございます。ボーカルの方に緑茶という、油、喉の油を削ぎ取る飲み物なんですけど私ステージドリンクコーヒーなんで大丈夫。あ、もうやばいっすやばいっすね確かにいつも飲んでますよね。飲んでる。じゃあちょっといただきます。パンカイ、パンカイ。私は魅力もっと本当あるの言いたいこと。あ、じゃあ言ってください。言っていいですか？はい、ね、はい、こう昨今の、はい、こう何、ダンスボーカルグループとかでめちゃめちゃあるじゃないですか。はい、ありますね。こういっぱいあるんだけど、とにかくズバ抜けているダンス、はい、ダンスと、この鈴鹿の昭和の歌姫のような声、はいはい、山口百恵さんをこう思い浮かべてしまうような声、はい、歌う時の、はい、がすごい好きで、本当に出会いは、テレビ番組の控室だったんですよね。そうなんですよ。控室が一緒だったんだよね、はい、カーテン1個でね、次られて。そうです、カーテン1個だったんですよ。そうで、なんかこう一生懸命こう準備体操してる子たちがいるなと思ってて、はい、それでそのちらっとこのパフォーマンスを見て、はい、正直言って、はい、終わってからすぐググって、はい、そうなんですね。そうなんです。でもすっごい好きで、はい、そこが始まりなんですけど。そうですよね。もう私も覚えてますよ。覚えてますか？もうなんか、なんで急にイケメンいるんだろうっていう、バービーさんなんですけど、なんで急にイケメンっていうイメージと、女性ボーカルっていうイメージで、そうで、ライブ見たらもうリーさんがピャンピャンってして、ね、なんかすごいベテランなのかなみたいな。なんか、そう、みんなも年だからね。別に年じゃないです。年じゃない。そういう覚えがありますね。
あとでその後こう聞いたら、はい、こうダンスとか、はい、こう自分たちで考えてる。そうです。そう、その先生がいないっていう、はい、そこ、はい、大体の人たちって先生いるし、はい、もうなんかお金かけていい先生呼んで、はい、こういい振付師呼んで、はい、ね、やるじゃないですか、はい、やりますね、そりゃいい振付になるじゃんみたいになるじゃないですか、はいはいはい、でもさ違うんだよね、自分たちで、はい、これ自分たちで考えて、しかも全員のやりたいことをちゃんとこう話し合って喧嘩とかしつつまとめるっていう、はいはい、そこまで知ってしまって私は本当にもうってなってすごいですよね。本当ですか、ありがとうございます、うん、そう、もっとそれはみんなに知ってほしい。この子たちは本当に自分たちで一からやってるんだよっていうところを、はい、それでこのクオリティなんだよっていうところを、はい、ちょっと本当にそれは本当にみんなもっと知った方がいいと思う。なんで知らないんですか、そこのあなた。そこのあなたは知ってるか。そこのあなたは知ってるのかな、うん、もっと知った方がいい。伝われ。あとね、あのリーさんとはね、あのはみ出しフェスティボルっていう、うん、新しい学校リーダーズ主催のフェスがあるんですけど、その時に、うん、あのアカシックさんに出ていただいて、そう、出させていただきました、はい、その時にあのいろいろなんかこうやって習字やったりするんですけど、リーさんにあの何でしたっけ、おっぱいの絵、うん、おっぱいの絵、なんて文字書いてましたっけ。え、文字書いてなかったでしたっけ。うん、書いてない。ただただおっぱ、ちょっとあの いけないのも書いてましたよ、ね、書いてた。ほら、それであの控室であのマネージャーの方がなんか、はい、それは写しちゃダメって言ってた。写しちゃダメって言ってましたよね。そう言ってた。もうそれぐらいあのちょっと本当に放送できないぐらいの絵を描いてした私の絵をあのリヒさんにお渡しして持って帰った。そうなんですよ、部屋に貼ってある。部屋に貼っちゃいます。ちょうどベッドから見えるところに貼ってある。それやばいっすよ。そう、それでやばいっすよ。そしたらでも私の母親がその絵を見てなんか、はい、何この絵超かわいいじゃん、かわいい、ママクレイジーです、ね、超かわいいねこの絵って言ってました。本当ですか、はい、よかったです。ちょっと好きな曲をちょっとお聞きしたいんですけど、好きな曲は君ワイナーでしょ。君ワイナー17で、これはやっぱダンス、ダンス感想とか前奏のダンス、はいはい、と赤外ガッツーソーが好き。赤外ガッツーソー、あ、赤外ガッツーソー、ね、恥ずかしいよ。恥ずかしくね、携帯チェック、顔赤くなっちゃう。ちょっとあの靴下がまさかの、そうそう、ちょっと見てください。まさかの、うん、あのファーストアルバムは前習わないの時の靴下を履いていただいているという。そうなんです、あのめっちゃ履いてるから、これ普段。そうですよね、うん、あのライブの時も履いてくださったりとか、うんうん、極めて本当に嬉しすぎる。本当に大好きなんですよね、私本当に、全員のお母さんになりたいなって、なんかこう羨ましいなって、母親たちが羨ましいなと思った。母親たちが、うん、でも実際私の母親ともあのご飯行ったりとかしてるんですよ実は。そのお母さんも実はあの狼の歌っていう曲のミュージックビデオにあの狼として出演している疑惑がございます。そんな狼と、3人でご飯やったりとか。そう、プライベートな話ですけども。リーさんは私のいいなと思うところはおっぱいなんです。いつもおっぱいの 絵をプレゼントしてくれるんですよ。おっぱいってなるんですよ、ライブ見てて。でもこのぐらいの年頃の時って好きだもんね、おっぱいとかさ。そうそう、おっぱいっていう響きが、うん、好きだよね、可愛らしいんですよね。ちょっとリーさんのおっぱいを書こうと思います。なんかグラマラスセクシーグラマラス少女リヒパイセンです。え、なんかこんなさあ感じだけど、鈴鹿ちゃんって、はい、めちゃくちゃしっかりしてるんですよ、こう喋ると。テレビスターになれるよねってぐらいのポテンシャル秘めてるんで、そこも今後超注目。なんか本当すごいんですよこの方。え、この方すごいです。セクシーグラマラス少女パイセンに言っていただけるの。そんなに。そんなに。え、うまいね。見えちゃってる。マネージャーさん。事務所的 OK でした。全然 OK。って言ってるマネージャーさんのおっぱいもすごいんですよ。男性だけど。女性ではないの。胸筋なのか本当の。私また持って帰る。あ、お願いします。嬉しい。ちょっとねサイン書いて。リーヒーさん。鈴鹿のサイン。ああ宝物。プレゼントします。イエーイ。
ったありがとうございます。リヒさん、ちなみに新しい学校のリーダーズ、なんかしたいことってありますか？したいことですか、はい、今ですか？今でもこれからこれから今後、はい、一緒に映像作品なんか作りたいです。おー、なんかとにかくなんかさ、私でもできる踊りを考えてほしい。あ、もう全然できます。本当？はい、こういうのとかもできますね。できるでそっからだんだん激しくなってこう来てこの動き首の動きすごいよね。ありがとうございます。かわいい。昨日ライブしたらちょっと痛めてるんですけど。かわいい。かわいい。結構な距離感でかわいいって言われると照れくさいですね。あ、私だって待ち受け画面もあの鈴鹿ちゃんです。ゲゲゲ実は言うと待ち受け画面も鈴鹿ちゃんなので、こうこう徹底されてるから、この彼女たちのそのね、そうですね、SNS ってだから、はい、その中には出てこないような写真をちょっとくださいって言って、それを私が待ち受け画面にする。めっちゃいい音だったけどそんぐらい好き。そんぐらい好きですか、うん、ちょっと映像なんかミュージックビデオとかに、いやそう、ね、でもさ、それにはさ、こうやっぱなんか音楽絡んでこないといけないか、あの、はい、別にこう発表できなくても個人的にうちらのバンドでちょっとお金払うから、はい、こう私のこう思い出、はい、うん、今そんなもうあのボランティアでやります。いやもうお金はお金あげたいんです。なんかそのボロだけだとやばいんですけどお金をあげたい、出演させていただきたいでございます。素晴らしい。もうリーさんのあの、うん、イメージする動きもできましたよ。できた？はい。まずちょっとでも変なのやるでしょ、きっと。変なのやりますよ。ね、リーキン！リーキン！ほら、リーキン！リーキン！あがし行くのはリーキン！パイセン！できました。あの、録画しますね。スクショしますね。できました。あの、クエの親子をやってもらっていいですか？はい。それではあのクエのモノマネをさせていただきます。あの深海魚のクエのモノマネを。あ、これお父さん、これお父さん、父さんじゃあ母親の方に。お母さん お母さんはい、子供、はい、子供、まあ、子供っぽいよね。子供っぽい、子供っぽいこれぐらいの、これぐらいの声ですよ。それではもう魅力をどんどん引き出してくださったので、告知の方を全力で盛り上げたいと思います。告知あのこの彼女のこの刺さりそうないつも綺麗な髪の毛を見てくださいこのライブの時にこの髪の毛すごいんだからね。すごいんですよ、この髪の毛すごいんですよ。いい匂いですよ。で、あの彼女のキレッキレのダンスもめちゃめちゃかっこいいので絶対見てほしい。ありがとうございます。本当に好きなんですよね。本当に好きなんです。告知ね。告知ね。今年はあの、はい、5周年ということで、はい、今回以外にもたくさんのいろんな企画のね、変なライブをご用意しようと思っているので、はい、地方でもいっぱい、いろんなところで、はい、なのでこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では今回のゲストはアカシックのリヒパイセンでした。